ここはですね、新栄町。ここ右行きますよ。あ、産業道路。今日はですね、2024年の8月の31日。時刻はね、2時35分ですね。ほいで、目的はね、あれ、3カメドですね、耐久テスト、高熱に対してですね。だけど、さっき、1時間ぐらい走ったんですけどね、あれですね、太陽の熱には負ける、はい、もう完璧に負けました。だけど今はですね、両サイドの窓を開けてるんです。それで、ここ左行きますよね。太陽熱とですね、ちょっと待って、太陽熱とその走行中のこの風、これで、どうかならせんのかいと思ってですね、いやもうある試行錯誤。これもね、ここ右行きますよ。いや、このルートは初めて見たい。それでですね、あ、初めてですよね。ここ左行きますからね。いや、走ってないルートっていうのはいっぱいあった。よいしょ、凍らせーのどっこいせと。いや、これもね、オムニバスドライブ動画のね、編集中に気づいたんですよ。鹿児島の、ここは225号線ですけど、225号線はよく走るけど、その、近くに走ってないルートがいっぱいあったなと思ってですね、反省ですよ、反省、それは反省。それと昔はですね、2年ぐらい前はここにはね、点滅信号がありましたよ。それもね、時代とともにね、変わっていくんですよね。小さなことですけどもね、小さなことですけど、いろんなところがね、変わってるという、変化してる人がですね、その自分の動画の中にあるっていうのを気づいたんです。それで、今思いついたんですけど、鹿児島にはですね、ショッピング、なんですかね、大きな、商店街っていうか、昔ながらの、道、道路沿いにある、あれじゃないけど、今から行くんですけど、前にぐらいブックオフってありますよ。こういうところはですね、何軒かの店がこう集まってるんですよ。だからこういうところもね、紹介しようと思って、はい、今考えつきました。で、ここ入りますよ。あ、このブックオフには私もよく来ます。そしてその左奥にイエローハットってありますよ。ちょっと待ってね、はい、ここはこの前ですね、来てバッテリーを買いました。この車のバッテリーですね。ほんでここから右行きますよ。そうすると今度はですね、左にびっくりドンキーでありますけど、ここは、もう何年、10年、ちょっと待ってね、10年ぐらい前に
知人と一緒に来たこと、知人と待ち合わせをして、ちょっと待って、ね、あれよ、あいやないと、ハンバーグを食べたことがあります。あ、ここ前は225号線ですね。観光が行った、ここに来るとほらよくわかるでしょ、ここはよく通るんですよね。だから今まで、言ったように、その左側のびっくりドンキーの横は通るけれども、あれだったっていうことです、うん、よく225号線沿いは通るけど、びっくりドンキーの横を通ったことがなかったってことですね。こういうふうにしていくと、まあ少しでもね、鹿児島にあるお店ショップね、そういうところもね紹介できるんじゃないかと思います。でリアルドライブの場合は、今みたいにゆっくり走れるときはそういう話をしますけども、普通はもう横を通りするときにびっくりドンキーがって言ったときはもう過ぎてますからね。これで、これでですね、どういこう、いやいや、これまでもうまっすぐ行ってたんです、ただ単にまっすぐ。で今もうあれですよ、もう4年目の、4年と5ヶ月ですからね。そしたらね、この辺りの地形、いや地形、地理かな、地理がね浮かぶようになりました。だから次の信号左行きます。タラララタラッドゥルルルドゥルドゥドゥル、ん、竹岡トンネルがなんとか工事をするんですかね、前の方にほら、9月4日、そいでですね、あ、ここは進入禁止け、あ、ここはあれですね、次がいいの、この辺り、この辺りなのっけ、あ、その前のあの信号はですね、二軒茶屋ってなってますから、右の、この信号右に行くと二軒茶屋の電停です。電停、電停ってある。ほんで今窓を開けてるんですけどね、まあ熱風とまでじゃないけど、あれがわーってする風が入ってきますね。あ、左行きます。スルル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 ル、昔その人が赤子を抱いて、左行きますからね。いや、これまでだとですね、すぐ右に、右がまっすぐだったんですけど、左行きます。左はアイアイラーメン。Keep on
ここ右行きますよ。それでまっすぐここ行くとですね、あのスタート地点ですよ。そうです、あの前から来たの、正面からですね。ほんでね、左側がねセカンドストリート、看板はないっけ、看板は出てませんかねって言いながらですね、今左右のカメラを確認してるんですけど、まだ回ってますよ。ですね、いや、いい天気だ。あ、話変わりますけど、今日は、言ったっけ、24年の8月の31日でイオン鹿児島鴨池店の、最終営業日だったんですけど、でまあそれの帰りになるんですけどもね、鹿児島とあっちこっちがこう変わっていくんですね。いろんなあの風景だけじゃなくてですよ、見えないもの、経済っていう見えないものまでもですね変わっていくみたいな。あ、後ろから車来ませんからゆっくり行きます。いや、こっちに来たのはね、左側の南港の、様子をずっと映そうと思うと、また右側もですね今のうちに映しとこう。もういつもねあれします言いますけど、結構あれが集客力あるみたいですよ。それでですね、次を信号左に行くと思うでしょう。いやいやいや、あのね、今までずっとそれだったんですよ。だけどまたあれですよ、反省。あ、ちなみにこの信号名は金属団地。ここですよ、ここ、ここは左行きます。初めてですね、ここを左に行くのは。西郷隆盛上野の山で広い東京お原は人にら。ほんとあれですよね、自分で笑うけれども走ってなかった道路っていっぱいありますね。あのサーカスの歌おうと思ったけどうまくいきましたね。ここ左行きます。旅の翼を寂しい、あ、左側あれですよ、佐川急便で、右っていうか正面に見えるのが、あれ黎明港大橋。左行きまーす。スルルルルルルチャランチャンチャ、あらー、いや、右折ができるかと思ったらでしたね。うん、
ここができるの。最後だか、あ、ここできますね。知らん。この辺りはどうなんだろう。いや、このほらスレートガワラって言うんですか、こういう建物は昔からあるあれですもんね。ちょっと待ってね、ここで止まりますからね。ドン、ここはどこだかわかりますか。なのでビビ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 ビ、はい、マリンポート鹿児島だからですよ。マリンポート鹿児島には結構来てますけれども、その周辺をあんま走ってなかった地区ですね。ほら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 見えますかね、あの錦江湾上にね、あのピンクの船がいるんですけど、垂水フェリーですよ。こっちのこの色がいいですね。昔はね、1年ぐらい前か前までグリーンだったんですけど、あ、グリーンもまだいますよ。でもこっちの方が鮮やかですもんね。今日はクルーズ船はいますよね。クルーズ船はいないけど、結構あれは、あ、ちょっと風、浜風が強い。ちょっと窓を行けんかします。いや、窓を閉めると、あー、カメラはどうかな。いや、オーバーヒートでね、やっぱり止まってたんですよ、カメラがね。どうら、そいならですよ。いつものパターンで、いつものパターンで桜島のが正面に見えるところで。いや、今日はね、後ろから車が来ない。だからしばらくは、あそこで。桜島を正面で見るところで、いつもよりは10秒ぐらい余計に止められるかもしれない。スー、ああ、後ろから車は来ませんから、ゆっくり行きましょうかね。さっき言ったのフェリー、タルメズフェリーがね、ゆっくり行く。トゥトゥトゥ、あ、そうか、桜島じゃなくて錦江湾、今日は見ましょうかね。錦江湾側に整体しようか。こう来てですね、こう来て、後ろから車は来ませんから、こうこうこう、はい、ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。